アンリラマン、ドイツ5名は、ハインリッヒ・レーマンは、ドイツ生まれで、後に、フランス国籍となった画家である。当時、ホルシュタイン公国であったキールで生まれた。父親は、ハンブルク出身の肖像画家、レオ・レーマンで、弟に、肖像画家としてイギリスなどで活躍した、ルドルフ・レーマンがいる。父親から絵を学んだ後、17歳の時に、パリに出て、新古典主義の画家。 ドミニク・アングルに学んだ。アングルの優秀な弟子の一人となった。1835年にサロンド・パリに出展し、2位メダルに入賞し、その後、毎年サロンに出展し、1840年、1848年、1855年に1位メダルを受賞した。1838年から1841年の間はローマに滞在し、 在ローマフランスアカデミーの校長になったアングルの元で修行した。ローマでは作曲家のフランツリストとその愛人のマリーダグルと親しくなり、彼らの肖像画を残している。当時の有名な人物の肖像画を描いた。1846年にレジオンドヌール勲章シュバリエを受訓し、その年フランスの市民権を得た。1861年からパリのエコールボザールで教え始め、 1875年に教授となった。ありがとうございます。